知やばい俺の車なくなったみたいな <laughs> 普通にどっかで忘れたんじゃないのみたいなこと言われて <laughs> あっそういえば <laughs> これ見てくれてるし全員にいたらマジで勉強した方がいいぜじゃなきゃ大人になってから後悔する <laughs> まあちゃんと集めるってなったらやっぱ30万とかかっちゃうんじゃないかな最終的にそうまあ早いうちからスタジオにもなるといた方がいいお<ー>見た目が怖い,いな,なんかあるよね結構ね感じで見られるから俺から行くとあこの人めっちゃいい人だ いや今はねもう一切ゲームはしない。うん、<う>一切しないんだそうもう自分の人生がゲームになっちゃってる。はいということで今回のゴールドン・ラッシュ・パーカッストのゲストは NEEDERFLEX です。お願いします。From TOKYO、フサ、アマ・ニーダ・フレクスフサフサだね。東京 そう、東京。ええ、どの辺ですか、それ。どの辺。あの昔の話なんだけど、もう生まれが富士山で。で、あの、なんだろう。住んでたのも富士山なんだけど。そう、今、まあ、あの、武蔵村山。武蔵村山。そう。はい、不意に引っ越してみたいな。引っ越して。はい、はい、はい。頑張ってます。頑張ってます。え、実際はどうなの、え、あれだよね。あの、お父さんとお母さんは。どう、どういうあれなんですか。えっとね、お父さんがナイジェリアで。ナイジェリアだ。そう、お母さんが日本人。日本人だ。そう。ええ。 まあよくいるハーフの家庭です。ハーフの家庭、まああるあるの感じのえちなみに聞いてもいいか分かんないけど、お父さんとお母さんは今は今は離婚して。あるあるだよね。それもあるあるだよね。それもあるあるよね。そうだよね。そっかそっか。で、みたいな感じなんだ。じゃあナイジェリアとかはあんま行ったことない。ナイジェリア一回もない。まず、海外にあんま行ったことがなくて。つい去年、本当、タイっていうとこにちょっと初めて海外旅行に行ったぐらいで。

えっとね、確かねイボかなあーやっぱみんな結構そうなのかなそう細かいとこまではちょっと分かんないけどイボって聞いたね、えー、でやっぱみんなに「えどこナイジェランどこみたいな聞くと、うん、みんなイボっていうねえまあそうだよね、うん、イボの人が多いイメージあるよね,よねなんかそのカルチャーとかリサーチしたことある、うん、えー、っとね何だろう昔の,、うん、そのカルチャーリサーチっていうかなんかその ナイジェリアの本みたいなやつがあの昔置いてあってそこに何かまあ俺その当時は分かんなかったんだけど本開いて何かいろいろ見てったら絵であの船に人がびっしり寝かされてるやつとか見たことあってであのまあ後々大きくなった後それ調べたらまあそのイギリスの植民地だったっぽくてそ,うそ,うそれに飛ばされる時のその映像みたいなのがあったりしてそういうことだったんだみたいなだからなんかみんなイギリス英語なんだよねナイジェリアは。あーなるほどね まあ、あのぼなんか母国の言葉もあるけど、まあ、もちろんそうだよね確かにナイジェリアって結構その強めのなんかアクセントで結構そのヨーロッパに近い英語というかのあるイメージちょっとあるなそうだよねえ実際に英語とか結構喋るの英語がねり喋りたいよねそうだよね喋りたいよねでも結構ハーフあるあるな気もするよね日本の ハーフでやっぱ日本語喋る人日本語じゃごめんなさい英語喋る人ってちょっと少ないよね少ないね,ねうん多分環境だと思うまあそうだよねそう英語喋れる環境まあ俺はお父さん英語喋れるんだけどうんうんあのまあんせ教え方がクソ下手くそだから <laughs> もうめちゃめちゃ無事切れだからなんでわかんないとか言って教えるタイプだからそんなん嫌になっちゃうじゃん <laughs> 確かにそうだよねそうそうそう勉強とかはちっちゃい頃教えられたりとかしたけどそれで嫌になってうんうんそう、うん もうやりたくない。もうやりたくないみたいな。そう。<laughs> そうなんだ。そうなんですよ。え、小学校とかさ、は結構ミックスとかまあハーフいた？いや、まあ、あのね、俺まあ福沢の四章ってとこ行ってたんだけど、はいはい、俺の学校はマジ俺しかいなかった。まあでもあそう,そうあの他の国の血が入った子はいたけどでも結構まあな,などこの国か忘れちゃったけどでもやっぱその子も日本人寄りの子でううこうやってなんか目立った。 あの肌の色をしてたの色したなかったうんなるほどね。そうそうどうなんそのミックスで、まあ、育ってみたいな何、うん、か感じたこととかあったのいやバッチバチでなんかもういじめ、うん、いじめなんかもう、まあ、いじめられてたのは、うん、普通に保育園の時とかだけどなんかあの小学校になって感じたことっていうか結構なんかあのまあ,あの結構なんだろう ああ衝撃的な言葉とかになっちゃうけどうんこ色だとかそういうこと言われたりしたけどでも俺当時なんかまあ食らったりはしたけど結構無敵な人で逆にそう俺の頭結構おかしくて普通にみんな勉強してる最中も大手走り回ってるみたいな感じだったから。<laughs> そ<う> <laughs> 言われてたりはしたけど別にその当時あんま嫌ってなかった,たあそうなんだ割と昔からもう自,分自由気ままに自分のやりたいことやるみたいなそうだね <laughs> それがなんかお成長するにつれて静かになってょっていろいろらうようになってくるみたいな感じだね。うん 確かかにに感なな時期期ってくるとね思春期とかはねねねは結構感じちゃうよ、ね、そうそうそうそっかえじゃあでもすごいいじめたかはやっぱ小学校ぐらいである程度落ち着いてきたんだまあそうだねまあでも行ったりしてくるやつはまあなんだかん言いたけど、うん、やっぱりもう上級者になってくるとみんななんかもうその環境とかさうん、うん、いろいろ社会とか学ぶじゃん確かに確かに学んでってくれてまあ結構いい人が多かったのかな多分周りはうんなるほどねうん まあ、それでもラッキーやね、ラッキーだったね。確かに、確かに。なるほどね。で、あれだ、えっ、ー、と、スポーツとかやってたんですか。スポーツ中、ね、学校。そう、あのー、小学校、中学校、高校でサッカーやってたんだよね。あ、でも、ずっとサッカーだ。そう、ずっとサッカー。うん。いいね。ポジションは?<う>。ポジションは、あのね、ちょっと、これ面白いんだけど。うん、俺、最初、あのー、ボランチだったのね。はい,は,いはい、はい。そう、ボランチから、フォワードになって。はい。ホワイトからサイドになって。はい。サイドからディフェンスになるみたいな。 一周したみたいな一周したたみいな最終的に点決められなくなって下げられたみたいなそういうことなんだスランプになっちゃったんだよねなんかいつだったっけな多分もう中学校2年生の終わりぐらいからマジで点決められなくなっちゃってあそうなんそこから中学校時代はっ点も試合では点決められなかったあれなんか理由あったのいや 特にかかんななったんでなんだろうみたいな、うん、あのゴールに向かってくんだけどうん、うん、いくら打っても外しちゃうみたいな感じだったね。<ー> え昔からややっっっぱサッカーやりたたいって気持ちったの、まあのアフリカっていうのもあるかもしれないけどそうだねサッカーやりたいっていう気持ちはあったけど、うん、まあそれ以上に俺ゲームめっちゃ好きであゲーム好きなんだ <laughs> そうゲーム超やりたいみたいな感じだったからあんまりね <laughs> そうあのちゃんとしたクラブチームとか入ってたけど、うん、クラブチーム入ってたんだそうクラブチーム入ってた、えー、なんかもともとオーメレーソルっていう名前で俺入った途端にアーゼット86東京目みたいな感じで名前変わっちゃったんだけど、うん、うんうん もともとそこでやってたんだけど、それよりも、まあ、ちょっとゲームしたい気持ちの方が大きくなっちゃって、うん、あんまちゃんとはやってなかった。みたいな <laughs> 通ってた、通ってはいたけど。<laughs> 通ってはいたけど。 いろいろやってたかなあの PSP の時とかだとそうモンハンとか鉄拳とかいやモンハンやばかったもうメジャーはほぼ全部全部る全部いっちゃうみたいなそっかえ今もゲームはするのいや今はねもう一切ゲームはしない一切しないんだそうもう自分の人生がゲームになっちゃったからウェイウェイ <laughs> そうやった。<laughs> そっちの方が楽しいみたいな。そっちの方が楽しいし、うんうん、やっぱそのゲームしてる時間も楽しいけど、うん、なんかそれよりもちょっと今学びたい意欲の方が大きくて。うん、ほいほい学びたい意欲っていうのはう。あのまあなんだろう。まあ、英語もそうだし、うんうん、その音楽のこともそうなんだけど、うんうん、やっぱその自分がやってる。 音楽って、あのー、やってくにつれてどん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 なんかもう引き出しが足りなくなってくみたいな言葉もそうだしコード進行とかもそうだしいろんなことが足りなくなってきてんにっちもうなんかこれ以上できないみたいな<ー>っていうのもなんか俺一つのフローに限らず、はい、なんかもういろんなことをしてみたいっていうタイプの人間だからこそまた次同じこともできないみたいな感じになっちゃうからなんかどん詰まって「あ,<ー>あやばい勉強しなきゃ」みたいな。 感じでちょっといろいろ勉強してるって感じが、えー、言葉もそうだしねうんうん,、うん、なんか TikTok 言ってたよねなんかお前ら勉強しろみたいな <laughs> そう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 ,そうなんか絶対勉強した方がいいみたいなそうマジで <laughs> いやもう本当に今これ見てくれてる人全員にいてマジで勉強した方がいいぜいや普通にでも俺は勉強しないっていう人はいいんだよまあ俺がそうだったからうん、うん、それでもいいんだけどこれを聞いてくれてちょっとでもあの響いてくれたりあ本当に勉強しな,かしなくちゃいけないなって思ってくれた人はマジで勉強してほしいうんじゃなきゃ大人になってから後悔する後悔 マジで公開え中高高校まで行って大学とか行ってんの？大学は行ってないあのそう俺高校中退しちゃってあ高校中退してるんだそうほんほんほんお金が欲しいってなっちゃってそのああなるほどねそうまあでもそういう時期もあるよねあるえその時はもう音楽やってゃったの？その時は音楽やってないやってないんだそうゲーム何してしたすらあゲームだらけしたそう夜更かししてゲームして仕事行ってみたいなあそういうことそう 高校中退ししどういうい仕事したのえっと、ね、解体だね建築業あ<ー>そう家を壊したりする仕事そうやっててうん、うん、そこ、まあ、からどん,や、まあ、やどん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 やってったんだけどうん、うん、ちょっといやーなんかこの生活をずっと続けてるの違うなみたいなうんちょっとなんかで成功したいみたいな意欲が出てきた時にラップやりたいってなったんだよね、まあ、そのやりたいってなったのにはいろいろ経緯あるけどうんうんそれ聞きたいな。 そうそのまあ、やりたいってなったのが俺が今,今も勤めてる会社があって出戻りなんだけどこの会社はあそうなんだそ,うその勤めてる会社の、まあ、人が「あのこれお前と同じハーフの人がラップ出したからちょっとこれ聴いてみ」みたいな感じで渡された CD がリッキー君のファーストアルバムだったんだよね。はいはい、それ聴いた時にバチグラって<ー>その時たまたま日本語ラップをちょうど聴き始めて。 ってた時期でそうこうとかも聞いててそんな中でリッキー君の重いフレーズをばちんと聞いた時にうわ俺ラッパーになりてえみたいなそっから燃えてきてそうちょっとまあどん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 その気持ちがでかくなってで俺の,あの友達であのエイプっていうアーティストがいるんだけどそうあの高校生ラップ選手権とかあとラップスター。 おうおうにも2回出てる子がいていそ,うその子に「ちょっと俺もラップやりたいからちょっと一緒に曲を作りたい」っつってそれが始まりだったねあ,あそうなんだそ,<う>それはいつぐらいなのそれがねえっと俺今28なんだけど2 3二三歳ぐらいの時かなそうなんだそう、うん、まあでも結構あれだよねキャリアにしては遅い方なのかもね <laughs> そうかなり遅い方だよねうーん かなり遅い方だし本気でマジでやんなきゃって思ったのもう本当もうつい最近みたいな感じだからあそうなんだそうそうそうその時はまあんか言い方あるかもしれないけどノリというか遊びというかそう感じてたみたいなそうまあとりあえずやってみなきゃ感覚とかも分かんなかったから確かにそうでやってみてあめっちゃ面白いみたいなええなってまあずっとじゃないけど本当たまに作ってみてサンクラにアップしたりとかはしてたねあそうなんだ最初やっぱサンクラ最初サンクラだねまあ多分大体みんなそうなのかな今の時代はね ね、そ,っかえそういうのを最初さ別に作きだったかわかんないから、まあ、じゃあエイプ君に教えてもらってみたいな。そ<う>う インととかかは結構苦労しとかあったわその最初だからアップ作るってなった時にあなんか俺結構やっぱそのまあ US のヒップホップをずっと聴いてきてたからまあインは大事っていうのはもうずっと思っててなるべくその後半にインを踏むように例えば4小節だったらその4小節必ずインを踏むみたいなことはちゃんとやりながら作ってたね、まあ、でもやっぱその最初、まあ、最初っていうか今も最初も変わらないんだけどまあ考えながら作るっていうことをしてるからまあ難しいっちゃ難しいよねやっぱり。あ こと自体はわ割と書くのは遅い方だ書くのは遅い方だねまあでも最近バイブスでババッとんか作れるみたいなことあるけどこのこのモンスターっていうドラッグ飲んでねもうちょっとよくてねそうかそうかそういう時は書かないでもうあの携帯にバンドラボっていうすぐレコーディングできるアプリあるんだけどそれでもうどん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 出てきた言葉とフローバババババって入れてって作るみたいな。 なるほどね。うん、なんか TikTok でもしてねバンドラボをみんな使った方がいいみたいな。いやほんとね革命的アプリである。革命的アプリ。あのねバンドラボでも使いすぎて、うん、バンドラボのオートチューンがすごいいいのね。ははい、はい すごい良すぎてあのいざスタジオに入って、うん、そのオートチューンを使ったりすると、うん、結構難しくてあれみたいななっちゃうことあるから、うん、あんまり使いすぎない方がいいかなとは思うなるほどねそう本当仮取り程度にしといた方がいいあバンドラブル自体は<う>曲作るみたいにはかない方がいいまあお金ない人はそれで まあ曲作ってサンクラにあげるのは全然ありだとは思うけどまあ早いうちからスタジオにも慣れておいた方がいいと思うやっぱスタジオちゃんと入るスタジオちゃんと入る,んと入,る,んと入,るう入んない人多くない入んない人ねあっでも別にまあなんだろうな 結局そのせ制作にもすごいお金かかるからさまあそう、ね、例えばそうちゃんとしたスタジオ入ってあの1曲をリリースするのに多分5万以上かかるのねあ,あそうなんだそうあのレコーディング代ミックスマスタリング代茶けしゃ代であとリリース代入、はい、れると5万円以上かかっちゃうそういうことを考えるとやっぱ自分で撮れる環境があるんだったら自分で撮って、まあ、ミックスマスタリングは他の人に投げるみたいな感じのことをやった方が、うん、まあそが最初の出だしは利口かなって思う,うんなるほどね、うん それは何やっぱククオオリリテティィととかっってことそうクオリティ問題だねやぱスタジオによってもあのマイクいい悪い環境いい悪いとかがあるからうん、うん、そうなんかまあやっぱ金額によって変わるからさそれは。まあそうだよねそうってなったら全然自分で、まあ、ブルーの3万のマイク買って、うん、まあちょっとオーディオインターフェイス、まあ、いいものになるとアポロとかの13万とかのやつになっちゃうけどうん、うん、全然今出てるアポロよりも低いアポロとかもあるからその辺をまあ自分でちょっと頑張って。 資金集めてて買って、うん、やっやた方が俺は全然いいと思う,うんそれ入るよりもうんあやっぱ最初そっから始めた方がいい最初そっから始めた方がいいね<ー>ま最初からスタジオに入るのもありだけどうん、うん、やっぱお金がどうしても かかりすぎちゃうまあでも確かにでも機材全部集めるって言ったら3万13万まあそっか全部集める最初の資金さえあればできるのかできるねまあでもどうだろうちゃんと集めるってなったらやっぱ30万とかかっちゃうんじゃないか最終的にそうまあまあ高いねしてねまあまあ高いだってスピーカーも必要だしパソコンも必要だしああまあパソコンも入れたらそうだよねそう確かにそっか最初どう始めたの最初俺はちゃんとパソコン買ってまあオーディオインターフェースはなかったんだけどブルーのマイク自体にオーディオインターフェースがついてたからああそうそそうそう ビースタイルそう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 それ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 、ね、から始めてみたいな<う>今はもうでもスタジオなんか TikTok とかも言ってるもんねスタジオでそうスタジオでちゃんと撮って作ってるねそうあそうやっぱその自分が撮ってあの例えばリリースしたもののクオリティがどんどん上がっていくにつれて、うん、やっぱあのちょっと なあなあなスタジオとかだとなんか納得できなくなっちゃうというか、うん、そ,うその環境が自分の家にあればいいんだけどうその環境を一回作ろうとして、うん、Windows の20万のパソコン買ってマイクはもともとあるものを使って、うん、でスピーカーとかもいろいろ揃えてオーディオインターフェース20万のやつ買ってとかしたんだけどそのパソコンとオーディオインターフェースがつながらないみたいな。おいろ ちゃんと集めたのにみたいな感じのことに <laughs> なっちゃってで家賃とかの支払いとかもあるしどん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 それがきつくなってって結局スタジオ行ってお金払ってんだったらもういらねえやみたいなうっとばしちゃったんだけど<ー>失敗したねそういうのもあるかそう,そういうのもある。 まあでもそういうう味曲折あって、うん、あれはっていうのは絶対あるよねあれあれ。まあキャリアの中でよね、うん。なるほどね。そうかそうか。まあちょっとまあ音楽の方からまあちょっともうちょっとまた個人的な話に戻るんだけど、うん、結構なんかそのなんか俺的にもさ結構ミックスのことか結構なんかそのヒップホップに感化されるまたィッキー君とかの話とももう近いのかもしれないけどさ、うん、なんか俺的にその ミックスの日本にいるミックスってちょっとアメリカの黒人にちょっと近いところあるのかなっていうのはあって、うん、まあもちろんその環境とかはさすがにちょっとひどい向こうの方がひどいような気がするけど、うん、やっぱさあの肌は黒人だけど日本で育ってるからあんまりルーツのこと知らないみたいな、うんうん、俺もお父さんとお母さんま結婚してるけどよく考えたら俺のお父さんの部族の,あのなんかカルチャーとかあんま知らねえなみたいな,、うん、なん結構思ったりとかしてなんかそういう部分ではなんかちょっとつながる部分があるかなみたいな勝手に思ってん,んだけど、うん、ヒップホップのだからどういう部分にめちゃくちゃ打たれたとかある 最初は別でも別になんかそのどういう部分に打たれたっていうか、うん、なんかうん俺かっこつけで入ったのかなって感じなのね最初。っていうのはの思春期があるじゃん、ね、高校生まあ俺,俺中学校はマジでヒップホップ一切聴かなかったのはい、はい、であの高校生に上がるタイミングでそうなんかまあ何か。 かっこよくなななりたいなみたいいみそう,そう思った時にそう俺の友達に「ヒップホップ聴きなよ」みたいなこと言われてそう聞いた時に TI の「GoToYourBack」だったっけなその時確か初めて聞いたのがうわめっちゃかっけーってなってなんだこの音楽みたいなそう俺ヒップホップの本当超ちっちゃいとこしか見えてなかったからそっからすごい広がってってめっちゃ好きになってみたいなな, <laughs> <あ>なるほどね感じかな。曲で結構アーティストとか アーティストとかいろいろ調べたり、まあ最初は R&B 入りだったんだけどあそっちなんだ R&B がすごい好きでやっぱあの流れるようなラップの仕方がまあ多分今の俺のこのラップスタイルにつながってるのかなとは思うんだけど、うん、R&B から入ってでやっぱバチバチのヒップホップはこうで、うん、やべえやべえみたいな <laughs> なんだこの曲みたいな <laughs> そうトラップの入りが多分一番そこで,でそこからリッキー君の何、まあ、て言ったらいいのかな ファーストアルバムってリッキーくん,なんかあのオールドスクールみたいな感じじゃなかったんだよねちょっとトラップっぽいようなでもそのトラップの,あのビートにリッキーくんの重いリリックが乗っかるうんそこでもうめちゃめちゃ衝撃受けたっていうのが、はい、多分一番の衝撃かな多分ヒップホップのヒップホップの、うん、そうなんだえっ、ー、不良とかやってたわけじゃないのストリートで活動みたいなは <laughs> 一切やってない、うん、の 向かってる最中に友達となんか遊びでフリースタイルやってぐらいだったかな。おお、なるほどねそ。そうかそうか。じゃあ,まあ基本的にはやっぱヒップホップでが好きでやってるっていう結構いるじゃん。リッキーくんはもうストリートになりがってみたいなあイグセンみたいな結構イカチーのそうイカチーイカチーみたいなでも別に俺そんなイカついあの生活してたわけじゃないし <laughs> うん、うん、まあなんか別に普通の人 とと比べると、まああのー、普通の人生の歩み方じゃないけどうん、うん、でも特にそんなね下等なことはしてないしただクラブカルチャーが好きでクラブ行って、うん、あクラブよく行って高校生の時に、うん、あの家の窓から, <laughs> 窓から出てみたいなちょっとお母さんには内緒でみたいな。<laughs> ででう込んみたいなだからリッキー君のリリックが育ったんだ君は見たかあの家は夜になると窓からガキが出てくる俺と一緒じゃんそういうことだなるほどねそこでそこで俺だみたいななってことなんだえ結構どうんかさちょっとこのあんま適応つけてくないからなんだけど俺的にさ結構さクラブにいる女子とかで結構そのブラックフェッチみたいな 結構いいいいいないいやる<う>るよめっちゃめっちゃいるんだけど <laughs> うんうんでもあの実際日本人ってブラックフェッチな人が、まあ、寄ってきたりはするけどどっちかっていうとやっぱなんか寄りづらいみたいなちょっとやっぱ俺らって怖いみたいな印象があるから寄りづらいみたいな人が多いからなんか日本人ってよりかは外人から来ることが多いかな。 あそうなんだそうおちょっとどっちかというと外人にモテる外人って言い方でいう外国人の人にモテるんだうんが多いかなへえー、そうでも結局俺にあの日本語しか話せないからああコミュニケーションそこでマジか <laughs> <laughs> なることがマジで多い <laughs> あそうなんですあ結構やっぱそうあやっぱミックスってそうなのかなそ,それが多いんじゃないかな<ー>英語話せない人ははい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 なるほどえクラブとかはどこおすすめ クラブのおすすめどこなんだろう最近俺あんまクラブ行きたい欲がなくて友達がイベントやってるからみたいな感じで行くことが多いんだけどまあでもまあクラブおすすめっていうかまあイベントおすすめのイベントがまあ俺の仲間でクルールパレスのモデル仲間のクルーがあってそこのクルーがやってるイベントはマジでおすすめイケてる音楽しかかからねエッセイエッセルエッセイエエクもんねここねそう CPCP アラブマクルー、え、<laughs> マジでみんな愛してるで。シーピーとクルーなんだ、結構。そう。シーピーってさ、俺も CP 周りみんな結構知ってる人多いんだけどさ。うん、ど、どういう、どういう団体だ、団体って言い方あれだけど、どういうクルーなの。まあ、なんか、何でもありだね、あの、いけ、まあ。 俺が言っちゃあれなんだけどうん、うん、特にそんな話とかしたわけじゃないからでも c p アのスとか話してる感じ別に何でもやりたいみたいな、うん、そうイベントを通してまあできること、まあ、いけてることをどんどんやっていきたいみたいな感じのクルーかなブラック多いよねブラック多いねそうだよね、うん、ナイジェリアも結構いる CPO でナイジェリア俺しかいないんじゃないかなおあワンちゃんそうだよね、うん、スーダン多いイメージあるよね そうだねなんか俺 ADHD だからさ「サクリル」みたいな聞いてもちょっと忘れちゃうんだけどそれ多分ナイジリアはいなかったけどナイジリアいなかったえっその ADHD でさ俺一回さ TikTok でさ多分それで俺ニーダーフレックスのこと知ったんだけどなんだっけあの車置き忘れて気づいたら何万みたいな取られてるみたいなそそううマジでまいってあの時ホントに何が起きた時いやあの時ちょうどえっとその まあ車置いた日が俺イベントで髪を切らなくちゃいけないみたいな歩いて行ける距離なんだけど、うん、その床屋さんがただあんま時間なくてもうあそこのパーキング置いちゃうみたいな目の前にセブンイレブンがあってそのセブンイレブンがあの、まあ、パ,ーパーキングお金かかるセブンイレブンなのね<ー>30分は無料だけどみたいなそういうとこって上限がないからさ<ー>そ,そこに置いて髪切り行ったはいいけど、うん、もう焦りすぎちゃって。うんえー で車置いてること忘れてそのまま歩いて家に戻って普通にその時俺の駐車場通るんだって自分で <laughs> <laughs> それなのに気づかず家に戻ってで支度して「やっべえ!」みたいな感じで電車で行ってイベント終わってうわ楽しかったみたいなで家から降りて「ドゥーラク買いに行こうとしたんだよねその時あのなくしちゃってそのイベントの時にで買いに行こうとしたら「あれやべえその車がね」えみたいな「やばすぎると思って知り合いに電話して「やばい俺の車なくなった」みたいなでそ,その人その知り合いから買ったんだけどその人に電話して「やばくねここ」みたいな感じで っちも一回落ち着いてみ」みたいな言われて「普通にどっかで忘れたんじゃないの?」みたいなこと言われて「<laughs> あそういえば!」<laughs> <laughs> そこで思い出して取り行ったら「うわ 15, <laughs> <laughs> 1万 <laughs> 5,000!」みたいな。いやでももうなんかもう怒るとか以前に自分に開けれて笑しか出てこない。<laughs> <laughs> ティックトックマシ t でもえらいなのえらいって言わなるかもしれないけどもこの面白さはみんなに伝えるしかないと思って最初インスタグラムに載っけたんだけどインスタグラム超反応なくてそ,うそれでティックトックに載っけたらーン <laughs> バズっした,バズた,バズた人生初バズった <laughs> <laughs> 音楽じゃねえのかみたいなちょっと悲しかったけどね <laughs> そっかー <laughs> そこかーみたいなちょっと悲しかった <laughs> 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 そっか俺もそれで知ったからね <laughs> 言うてもそ,おいるんだそういうラッパーがでもあれそれは O3 出る前かーいや出た後だね出た後だそう俺 O32 回出てるからあ,あそうだよね 2>, <そう S 1> 2回出てるよね君だけとその前なんだっけその前がダイイングライトダイイングライトそうだへ <そう S 1> えーそっか残念で言ますって <laughs> 通知止まんないかんテレリン、テレリン、テレレンみたいな、俺、切ってたんだけど、そしたらもう、1分ごとに100人いいねみたいな、やばい、それやばいね、変わるよ、変な感じするよね、バーってバズったりとかするとね、すごい変な感じだったね、マジで、もう現実かどうか分かんないみたいな、そん時はは TikTok 中毒になってたね、常に開くみたいな、なるるほどか仕事の休憩最中、常に開くみたいな。 コメントが結構返したな全部。コメントは全部いいねしたその時は<ー>ちょっとその自分をどういう風に見せた方がいいのかちょっと分かんなくて。まあ全<ー>そう全部いいねいいねだけ返してみたいな。ああそっか。そうなるほどね。そう。 いやでもさ ADHD ってさあれなの、うん、やっぱ病院とかに行ったの俺は行ってないあ行ってないんだなんかその ADHD っていうのをなんか理解できてからすごくその生活が楽になったから、うんうん、ああそうなんだそうなんか病院行かなくてもそのネットで診断ができてああそうなんだそれそれのまあ結構当てはまってることがめちゃめちゃ多くてもう 80%ADHD みたいなマジ、うん、そう昔から忘れもすごい多かったしサッカーの時もそうだし、うんうん あのスネ当て忘れたボール忘れたみたみいな、はい、ボールって感じじゃ <laughs> んだサッカーの命のボールを忘れるみたいなそんなんばっかだっかそうなんだうえどう ADHD によってさなんか普段の生活でさ、うん、結構大変なこととかあったり,ったりする例えばやっぱねあのー、まあ物なくしたりとかすることが多いから例えばアクセサリーだったり、うんはい、そうだからもうお金が結構消えるね<ー>イヤホンも超なくするし例えばその、うん エアポッあるじゃんそうあれの片耳なくして買って片耳なくして今度買ったら旅行なくなるみたいあららそうつい最近2個なくしたマジでもうエアポッツいや怖いな怖い金かかるよねそっかでもまあ ADHD だからしょうがないなっていう気には慣れてるから全然ストレスにはあんまなんないからあなんないんだ最近はねうまく付き合い方とかは結構うまく付き合い方はんか例えばさ あの試、ー、作して出る時とかあるじゃん。うん、なんか予定があって、うん、予定があって、出る時は絶対に。あのー、時間に余裕を作って出るみたいな。例えば<ー>今日もそうなんだけど、俺ここここの周辺に1時間前に着いてて、そういうことそ。そういうことをしないと。やっぱその1時間。 1>, 1時間2時間ぐらいちゃんと予定を、あのー、余裕を見とかないと、うん、そこで忘れ物した鳥行きますっていうことができなくなっちゃうからさまあ確かに確かにそうそうそうなるほど、ね、だから時間に余裕を持った方がいい ADHD は ADHD ならほんとなおさらでなおさらだよね、うん、そっかもうやっぱ時間通りとかもつけないみたいな感じなんだちゃんと <laughs> めっちゃ早くいかないと <laughs> そう,そうなるほどね結構そう大変だよねえでもさしかもさ結構そういうのもあってさ絶対さ日本でさミックスで育つってやっぱちょっと難しいじゃんうん多分 なんか、そういうのも含め、どう？なんか、いいところ、悪いところ、いいところ、悪いところ、まあ、いいところはなんだろう。まあ、ルックスかな？まあちょっとこれを言っちゃうと、人それぞれなんだけどさ。うん、そうなんか、やっぱ、肌が黒いだけでかっこいいっていう風に見られることが多いから。うん、まあそれはなんか良かったのかな、みたいな。あと、やっぱ、俺、人と同じっていうのが結構嫌いで、うん、そのファッションもそうだし。うん だかからなんかそういう面では良かったかなみたいなうそうただ悪いところはやっぱそのあごめんいいところもう一つあったもう一つ聞きたいもう一つがやっぱ怖まあんか見た目が怖いみたいななんかあるよね結構ね感じで見られるから、うん、なんかそういう時に俺から行くと、うん、結構あこの人めっちゃいい人だ 好感度がめっちゃ上がるみたいななるほどねギャップ好感アップみたいなそうそうそうまあ悪いところはそうそのギャップに行くまでの間もそうだしやっぱ怖く見られるだったりとかまあんだろう多分アメリカでも変わんないとは思うけどやっぱ変な見られ方するよねこいつまともなのかだったりとかさ肌が黒いってだけでまあそうだよねそうただなんか俺結構そういうの逆に好きなタイプでそうなんだかましてやろうじゃこいつみたいな感じの人だから だからまあそうだねあんまりなかったっていうかあといじめとかあとなんだろうな悪いところうんいやまあでもこんなもんかなそんなもんだ大体ねえっ警察とかにさ事情聴取っていうかさ結構あるそれめっちゃ悪いとこだったわめっちゃ悪いとこだってすごいよすごいしょすごいよ俺一時期ドレッドキンパにした時あってドレッドキンパはいその時はひどかったねやっぱそうだて あれだよ歩いて職室食らってその15分後また職室みたいなマジでえぐいよあいつらあいつら差別してくからリアルそうだよねリアルそうであんまこういうことは言いたくないけどあいつら普通に差別してくるから金髪だったからダメなんだ金髪だったから多分ダメだったんだろうね最近はあんまりないかなたまに車で走ってて夜中とか新青梅街道で帰ってる時 結構職らったりする、うん、大通りが多いかな多分ああやっぱそうなんだそ<う>えー、でも結構さドレッドとかさ結構さ今もドレッドだよねうんそうそう,そうドレッド自分でやってんのそれとも行ってんのいやもう自分でやってる2年前からへえー、すごいね やっぱ金かドレッドは金かかるよね。とかか、髪、金かかるよね。金かかる、マジで。変わる。前回、ってか最近思ったんだけど、なんかその、1回、俺、ブレイズ結構長くいつもやるんだけど、自分でほどいたんだよね、ほどいてみたんだよね、なんかフィンガーイルとかやりたいみたいな、もうひどくて、もうむっちゃ絡まるし、まとまんねえしみたいな、マジこれ大変だわみたいな、やっぱ、ドレッドとか、ブレイズとか、やる意味が分かった。 むちゃく何か今まではなんか俺もそのまあせっかくだし高校生の時髪伸ばせなかったから今髪伸ばせるしやってみようみたいな感じやったけど、うん、あれこれやんないと髪長くできねえわみたいな、ね、そうリアル思って、うん、あだからみんなやるんやみたいな結構思って、うん、だからそれドレッドとかもう一回やったことあったんだけど自分でね、うん、あんまりちょっとうまくできなかったけど結構自分でやってるからどうそういうやっぱさブレイズとかさ俺結構さ、うん 外国,国の人とか結構びっくりするのがさ、うん、日本人でブレイズとかドレッドしてる人めっちゃ多いみたいなそれ結構びっくりしてて海外ってあんまいないじゃんいいないねそれに関してなんか思ったこととかあるいやでもねこれは多分カルチャーの違いだと思う海外でそれをやっぱりや,、うん、やったりすると、うん、やっぱなんか黒人の人からするとさやっぱ女性とか特にそうだと思うんだけどうん、うん、それをしないといけない紙質じゃんそうなんだよね したくてしてるとかじゃなくてしなくちゃいけないからしてるって思ってる人が結構多いと思うからあ黒,人あの黒人の男性でもねだから多分あのそういう人がしてると責め,められると思うんだけどただやっぱ日本って結構。 オープンな国じゃだかっていうらんかまあ多いのかなみたいなあとやっぱその黒人カルチャーに憧れてるヒップホップが今人気になってきてるからこそこうやってやる人が多いのかなとは思う別になんか俺そこに関してとやかく言うつもりもないしやっぱその自分がしたいことをするのが一番だからまあそうだよね他人にどうのこうの言われたってだからなんかしたい人は全然すればいいと思うしそれにとやかく言うのは違うかなって思うえ結構 あのおもろいなと思ってなんか俺もそんなになんかまあ確かにヒップホップの業界にいるからなんかそのもう普通すぎてなんかあんまそんな思わなかったけどなんかやっぱ確かに俺アメリカに行った時はあったけど確かにアメリカでアジア人とか白人でこの会話をしてる人あんまりいないなって思ってはっと思ってあ、うん、確かにみたいな結構なんか変わってる文化だなみたいなちょっと思ってたからでもなんか俺もさ別に例えばその前回の,その聞た分感覚っていうか,そのなんか経験があったらなんかあんま分かんなかったっていうかでもあなるほどねみたいなまあそういうふうに思う人も中にはいるわなみたいな、うん。 感じに思ったけど別に俺は何とも思わないけど <うん S 1> でもあれ頭皮に悪そうだけどね頭皮 <うん S 1> <laughs> にめっちゃ悪い <laughs> ーー絶対頭皮に絶対悪い <laughs> クソ悪いよマジで <laughs> あのね洗まあ洗えはするけど <laughs> ただまあドレッドは別に 自分でリペアできるからいいけどコンロとかブレイズってさリペアできねえじゃんか絶対できないそうそうなるとさやっぱ洗うのを控える人いるしそうなると頭皮に大ダメージなんだまあそうだよねかいいし痛いしみたいなまあずっとそうだよね確かにまあ多分黒人の頭皮ってめちゃくちゃ乾燥しやすいからギリいけるかもしれないけどあと太いよね毛がね太いね毛根が太い毛根が太いよねなんかまあ励んなさそうでいいなみたいな感じだけどいやまあでもね 結構禿げてる人多いから、<laughs> <いか S 2> そ,それもやっぱ全部遺伝じゃん。遺伝だよだ <そう S 1> 確かに確かに <laughs>。だからやっぱマジ髪に気をつけた方がいい。髪にマジ気をつけた方がいいね。<laughs> 本当にリアルそうだよね <あー S 1> <laughs> そう。そっかファッションとか結構俺めっちゃ気になるんだけど、ファッションとかやっぱこだわりとかあったりする？<うん S 1> そうだね。俺俺昔そんなにやっぱそのヒップホップの格好が好きでやってたんだけど、まああのある時を境に一回そのユニークベースメントっていうあのまあ楽天とかでえっとなんていうんだっけあのいろんな ブランドの服をセレクトショップそのセレクトショップの、まあ、倉庫兼家みたいな、はい、その場所に遊び行かせてもらったことがあってはい、はい、そ,そこでなんかその人からいろいろファッションのことを聞いたりとかして、うん、でそこでちょっとモデルもやらせてもらうことになって、うん、そこからなんかそのあもっとおしゃれしたいみたいな意欲が出てきてでなんかおしゃれするようになったかな。でなんかその、うん ファッションに関してなんかあれがいいこれがいいとかは俺はないんだけどその人の家に行って例えばそのブランドのカルチャーだったりさはい、はい、どうやってそのブランドができたかこの服はどういうふうにしてこう作られたみたいな、うん、その気持ちとかを聞けるからなんかその人のかとこで買ってることがめちゃくちゃ多いかなう,んそうだからなんかその服に対しての,なんかそのマインドの持ち方も変わってくるしなるほどねそうなんか着こなし方が。 ちょっとそこで見えてくるみたいななんか金額とかじゃなくてそうなんか気持ちで買ってるっていうのがなるほどねそう多いかもしれないユニークベースメントそうユニークベースメントみんなチェックしてめちゃくちゃ熱いサービスショップだから<笑><笑>えー、じゃあそこで結構気温も買わりするんで <laughs> そうだねほ,ほぼそこで買ってるほぼそこで買ってんだ、うん、えー、いいねえー、なんかいつもなんかさ意識したこととかあんのファッション意識したことまああのーうん、その服を合わせて見た時の、うん あのまあディテールっていうか全体全体通してのバランスを意識してるかな<ー>バランスもそうだしあとやっぱブランドによってもムードが違くてそれが合わせた時にすごい出ちゃうのね<ー>その辺を気をつけるかな特になんかうんそんぐらいかな意識してることはあとはなんか 様になってればいいかなみたいな。<laughs> そうそうそう。様になってればね。<うん S 1> そうだ、まあ、様になってるからね。<うん S 1> <laughs> いつ、いつの記念になるから。あ、いから。あ、そうそいや、ファッションめっちゃ困ってるんだろうなと思って。<うん S 1> え、結構、値段とか聞いてもいいの。あ、いいよ。これぐらい、この上のはどんぐらいなの。これがね、ちょっと。 あんまり正直俺値段覚えててなくこれが多分ね6万とかじゃないかな<ー>これ深夜小塚っていう日本のブランドなんだけど最近超好きで、えー、この服めっちゃ買ってることが多いからこのブランドラだそう,なんだそうでこれも深夜小塚、はい、でこれはエインティーズっていう、はい、どこだっけなヨーロッパの方のブランドなんだけどそうこれえっとこれエインティーズがなんか深夜小塚はちょっとなんかその日本 ちょっと日本っぽいじゃんか和風ではないけどちょっと日本っぽいような雰囲気があるんだけどこのエイティーズはんかそれとは逆で確かにそういうかヨーロッパの方のファッションちょっとイメージして作ってるみたいなまあそのそのシーズンによってムードも違うしそう違うんだけどでも結構この2つ結構好んできてるかなエイティーズとシニアコズかそうかこれはどんぐらいするのあもう置いてない なるほどね。へぇー。なるほどね。へぇー。かい。金かけますよ。金かけますよね。まず格好から入るから。まず格好から入る。重要重要。えっ、この頭にやってんのこれがね、これ確かスカーフかな。これも深夜小塚。深夜小塚だ。おお深夜小塚で結構だいぶ。だいぶ揃えちゃってるね。まあその時その時のムードがあるから、全然深夜小塚着ない時もあるし。そうなんだ。 えアクセサリーとかとなの？アクセサリーアクセサリーは、うん、えっと時計なんだしてこれ。すげえな。これ,これねでもしかも時計じゃなくて、はい。そうアンティークのものなんだねこれ。はい,はい、はい、昔のもので、もう壊れてるものなんだけど、<ー>これ元々あのウォレットチェーンなの。あそういうことそう。それを分離してあのブレスにもできるみたいな。 おだからこれ動かないんだよね実際あそうなんだ。そうでアンティークなものと新しいものをこの組み合わせたこのなんか絶妙な感じがめっちゃなんか心に響いて「やべえ買わなきゃ」みたいななっちゃってまあでもあと指輪とかはこれも同じブランドの日高ってこれも日本のブランドなのね。この指輪が日高の指輪で,はい、はい、でこれは。 ユースドユースドさんからもらった指輪、こっちもそう初めて行った時この指輪くれてお世話になってます。こっちのもう一個のやつはこっちでこれがクロムハーツだね、クロムハーツ高いでしょ、いや、クロムハーツ高い、これでも俺当時5万ぐらいで買ったんだけど今ちょっと金額上がってて、8万とかクロムハーツ値段上がるのか、そう値段上がるんだそれがいいよ。 あるものみたいなちょっとあんまり合ってはないけどねちょっと今回のあれにちょっとまあ飾りでつけたみたいなへえー、合ってないのかな合ってると思うなんかまあその全体的なムードムードのああそういうことそうまあこれは俺の感じてることだから別にうファッションはもう俺の感じてることもあるしそう周りの人が見た感じ方もあるからだから,だからめっちゃ面白いんだよはるっちのこれが あのマーチンアーリーっていう、はい、これがアメリカのブランドかな結構、えっと、誰だったっけなあのアーティスト YG もつけてたし<ー>あとランシーフォックスだからタナと一緒に MV 撮ってた時のうん、うん、このなんかチェーンのバッグみたいなのも、はい、あるマーチンアーリーなんだよが 皆さんも知ってる通りの CP のアクセサリーです。クールパレスですね。クールパレス。もう販売してないけどね。<laughs> もうはえ昔販売したんで昔販売してた。ああ、なるほどね。そう、でも多分また再入荷すると思う。販売する時が来ると思うから、ーえー、みんなチェックしてな、ね、い。チェックしてね。<laughs> え、なんかこの間もイベントやってたよね。この間もイベントやってたね。あ、でもこの間は、<laughs> あれクルールパレスのイベントじゃないのかなちょっとわかんないけど。あのー、ゼロ東京のやつじゃない、ね、そう。 いやあれはクルルパレスのイベントっていうかまあクルルパレスも参加したイベントって感じああそういうことんだあじゃあ勝手に俺が間違えたそうちょっとメインは多分違うと思うどどうだろうその辺はちょっと俺も遊びただけたらあそっかそっかなるほどねちなみにまあちょっとファッションに近いと思うんだけどタトゥーうん結構あるじゃんだからそれについて聞きたいなと思ってああいやいろいろ思い入れあるわでよね一番最初に入れたタトゥーがこのお腹のタトゥーなんだけどちょっとまあこれはね あの若気の至りで入れたものなんだけどこれソルジャーボーイと同じタトゥーなのね <laughs> これソルジャーボーイ超好きでその当時。ああなるほどねそ,うそれでこの「t h ザワ World is Your 世界はあなたのもの」みたいな、うん、メッセージがめっちゃ好きでで入れたんだけどそち,ょちょっとそっから <laughs>、うん ちょっとこれはずいなみたいな感じになってそこに穴開き入れてちょっとそろそろここ全部なんか埋めて隠したいな <laughs> そうだった <laughs> そっかそっかそっかいろいろ失敗してからいろいろ学ぶことが多いからやったなーみたいなそうそうそうでこの腕が、うん、これひまわりのタトゥーなんだけどうん、うん、なんか俺一時期ちょっと病んじゃった時があって、うん、その時なんかめっちゃ太陽浴びてるのがすごい好きででそのなんかいろいろ調べた時にそのひまわり のことを調べたらうわなんかめっちゃ俺に似てるみたいななその太陽に向かって一直線に咲くみたいな一図みたいなうわなんかすげえ俺に似てるわと思ってめっちゃ好きで入れたんだよねでこのミッキーがあのんだっけなんだっけあのゲームあのあれじゃないファイナルファンタジーいやファイナルファンタジーのあれなの「キングダムハーツ」だキングダムハーツキングダムハーツのゲームで俺ゲームで初めて泣いたそのキングダムハーツのストーリーの ミッキーなのねこれ。ああそういうこと。だから思い入れあるんだよね。俺、えー、なかなかゲームとかさ、映画とかそういうの見ても泣かない人な。泣、うん、かな、ね、いタイプか。<う> <laughs> 悲しかったねまして <laughs>。多分このストーリー知ってる人は結構共感できると思う。みんな泣いてるストーリーみたいな。ななな,な何？バキングダムハーツ何番？キングダムハーツのなあのー、なんか DS の。はい。なんなんていう名前だったかな。デイ なんか352みたいな感じのやつって多分タイトル間違ってるかもしれないけどそれのストーリー YouTube とかまあでもねあれ一回ゲームやんないとあの悲しさわかんないか,かんないみんなやってから見てほしいねってことで <laughs> やってから見てほしいでも DS だからちょっとちょっと確かにもうちょっとちょっと古いみたいなまあでも YouTube とかでそのストーリーの流れ 流れとか載ってるから、そう、そう、それを見てもらえれば、悲しさ伝わるから。からえ、ここのさ、あれはなら、科学記号みたいの何なの、あの、この科学記号は、うん、あの、これドーパミンの。 科学記号でちょっとあのなんかまあ普通の人から見たら「こいつイかれてんな」みたいな見られるんだけどただドーパミンってまあ確かに薬物摂取した時とかも出るものだけどあの普通に生活してても出るもので例えばご飯食べてる時とかに出るものなんだけどでも実際何かをしてる時に出るってよりかは未来を予測しして出るものらしいのらいねドーパミンってなんかそれ意味知ってからすげえかっこいいなと思って。ここののドーパミンのなんか 記号のとこに N A F、俺のニーダフレックスを短縮して入ってんだけど、まあ俺の未来がいいものであるようにっていう意味で入れたんだよね。なるほどね。俺は深いぜ。深いぜ。まだまだ行くぜ。まだまだ行くぜ。これ十字架も結構入。十字架とかもさっきお結構なんかこのこの十字架はあのこの下にテンタッションの下への そう木のマークが入ってて服を着た時に、えー、そう隠れて見えなくなるんだけど「えーまあ、テンタッション」あのように言っちゃったじゃんおお俺超好きなアーティストです,すげえ悲しくてマジであ、ね、そうちょっとなんか、まあ、その意味を込めてこの十字架が俺のいる現実で服で隠れてる下の「テンタッション」のタトゥーがこの世じゃない。 まあよあまあちょっとどういう言い方すればいいのか分かんないけどそうこの世じゃない場所の意味っていうのでちょっと入れたんだよねへえ <ー S 2> なるほどね <そう S 2> え実際どうタトゥーさやっぱさ日本だとさ結構まださなんて言うんだろう普通ではないじゃん普通ではないねそうだよね <うん S 1> だから温泉とかも多分ほ,ほ,ほぼ行けないしいなほぼ行けないだよね <うん S 1> えなんかやっぱ見られたりするのそのなんかタトゥーなんか大変だったことある,ある日本でああでもねその温泉とか行けないぐらいで 特にはないかなやっぱまあこのなりだから別になんかタトゥー入れても入れなくてもやっぱ反応は変わんないから普通に写真撮ってくださいみたいな感じで女の子に言っても一歩引かれるから絶対 <laughs> だから別に変わりはないタトゥー入れたとしても入れてなくてもなるほどねそ<う>えじゃあそれ,それにかっよってあんま変わったなって感じはしないもうそうだねしないねうん,うん、うん、そっかまあそれだったらね、うん、から結構いまだに俺結構いまだにさなんかでもモデルとかやってんじゃん、うん、モデルとかさタトゥーありなしとかさ結構 毎回答えるでしょでもどうなんだろう俺本格的にやってるわけじゃなくて例えば知り合いに頼まれたらやるみたいな<ー>そう程度でやってるの俺なんか両立できないからさ一つのことに集中しあ<ー>そう一つのことを集中することしかできないからモデルをがっつりやっちゃうと今度こっちができないみたいな感じになっちゃうから、うん、なるほどね まあ知り合いに頼まれたらやるって感じ,じゃあもうがっつりめっちゃモデルやってるっていう感じで言るかはその,まあそのタイミングとかよく言われるからそれでいくみたいな感じで、うん、そうそう,そう,そうなるほどねそう,そういうことかなんかそう俺とかたまにモデル入れるんだけどそのなんかそのタトゥーのありなしとか絶対こたなきゃいけないよ、うんよ一回俺もそれシートかいうことだそうでしょ、うん、でなんかそういうのとかでだからやっぱいまだになんかそのタトゥーない方がいいっていう言われる場合もあるしなんか事務所の会員だったら増やさないでくださいみたいな感じとかあるのかなと思って割とまだそのね 受受けけれれけ入入れれらててないのかなないいいかかにみたいはちょっと思うけど、うん、まあでもやっぱありかなしかで言ったら絶対なしの方が生活はしやすいと思う<ー>何でもね仕事もそうだしやっぱそのそそう仕事俺はまあ職人やってるからさうん、うん、大丈夫なんだけどただその職人でもあのタトゥーが目立ったとこにあると隠してくれとかやっぱ大手とか行くとそそう言われたりするから入ってない方がいいっちゃいいかなただなんか別にその何、まあ、だろう 別にかっこつけたいとかもあるけどただそれとは違ってんか自分を見せるためのそうまあファッションって言い方するとちょっと軽くなっちゃうまあまあそうだよね俺は自分の表現をするための一部だからうんそうそっか今もこれからもっと増やしていきたいなもっと増やしてきたもこっちも入れたいし首も入れたいし首も入れたいしフェイスはフェイスはねちょっと入れたくないかな入れたくない肌結構さラッパーだからフェイス入れちゃう人結構いるやんそれはやっぱ自分はあんまりなんだ そう、まあ、かっこいいなとは思うけどうん、うん、それはちょっと入れたくないかなあそうだよ理由は、うん、いや子供できた時のことを考えるとまあでもここまで入ってたら別に多分そんな支障はないんだけどでもやっぱその子供のできたことを考えると、うん、ちょっと入れたくないかない <laughs> <う> <laughs> フェイスは結構大で,でかいよね、うん、フェイス入れたら多分 100ぐらいアップしちゃね <laughs>。<laughs> マジやばいやつに見えるからね <laughs> <ー>。いや、そうだよ。私かに、いや結構、国中でフェイスすて日本でいたら結構なんか、それこそゲングだよゲンし、ね、<laughs> まあ確かに本当そうだよね。いやー、でも俺もちょっとね、まだ2つ入ってないんだけど、うん、俺いつかやりたいなって思いながらも、うん、まあでもなんか。 なんかモデルとか俳優とかそういうのってタトゥーあんまりかなみたいな思うから、うん、そこで名前あったりかしてるしまあフェイスは絶対入れないけど自分の仕事に支障が出るんだったら絶対やんな方がいいまあまあまあ確かにね、うん、まあでもラッパーやったらね全然ねあれだけどねそっかなるほどなえちなみになんだけどやっぱ東京生まれ育ちシティーボーイじゃないですか、うん、俺それすげえいいなと思ってて俺もう東京来たばっかりだから、うん、なんかおすすめの場所とかあるやっぱ東京なんか意外に知られてないけどこことかめっちゃ熱いよみたいなあでもどうだろうなまあ俺そんなに 東京の都内に出る人じゃないからどっちかっていうともう本当こもって制作みたいな感じの人だからまあでもここおすすめっていうのは、まあ、さっきもそのこのアクセサリーのことで言ったんだけど、うん、そのユースドっていうアクセサリーショップが結構おすすめかな原宿あそこに結構やっぱいろんなアーティストが来たりとかちょっとたまり場っぽいような場所だからちょっと結構好きで。 都内行く時俺毎回行くんだけどあともう一つはあのー、サプライヤーのオフィスが最近なんかあのオープンになって<ー>あの誰でも行って帰るみたいな感じになったから<ー>そ,うそこもおすすめかな俺結構リガのサプライヤーのリガノさんめっちゃ好きでおい<う>俺サプライヤーまだ行ったことなくて行ったことないそうい絶対に行った方がいいえー、だよね,ねなんかストーリーとかでめっちゃ見るから、うん、めみんな行ってんだみたいな俺も行きたいなと思いつつもまずどこにあるか分かんないしかタイミングもなんか逃しててまだ行けてないんだけど、うん、いいね どこにあのサプライヤーのオフィスサプライヤーのオフィスがね渋谷駅のその八校八校のえっと何て言ったらいいのかな交番の方をちょっと抜けてって交番の方抜けてってその十字路のとこ右曲がって、うん、であのまた十字路のとこぶつかるからそれを左まっすぐ行ったとこみたいなはい、はい、ちょっとあんまり難しいそうあの俺 <laughs> 道の説明下手くそだからさ <laughs> <laughs> 渋谷のもう駅近なんだう駅近,駅近えー、歩けるぐらい歩いて10分とかじゃないかなあ本当。ほ、うんとへえー、すごいとこなんでしてねそうだね結構でかいの場所はえっとねビルビルになっててそのビルの、うん まあ2階借りてるみたいな1階とその上の方なんだけどそこの2箇所借りてるえなるほどねわちょっと今度行ってみよう行ってみてぜひよいいしすねいいっすねじゃあファッションとかはそっち系だ自然とかはもう行かないはじゃやっぱこもっちゃってるタイプえどこ自然とかあ自然とか自然はねちょっと心くらった時行くねああそうだよなそう一人であのまあ俺結構青梅とか奥多摩の方が近いからそっちの方走り行って自然見ながら カーンとして走るみたいなことをやったりするかな。えー、なんかどっか行って、えー、あのなんか野原に、ね、そべってとかよりかはなんか一人の空間でうん、うん、自然見ながらなんか好きな音楽を聴くみたいなことが多いかな。なるほどね。うん、えランニングとか結構するんだじゃんあ。あランニングはする。ただちょっと最近仕事がめっちゃ早くて本当四時半起きとか早いね。でそう起きて。 帰ってくるのが本当7時8時だからちょっとあんまりできてないんだけど休日の時はランニングと筋トレしてみたいな朝の始めもうスタートが絶対それええマジえっ朝はどんな感じなのやっぱまず朝起きて朝起きて歯磨いて水飲んでバッとランニングしてでランニング帰ってきてから筋トレしてでシャワー入ってよし曲作ろっかみたいな感じへえすげえしっかりしてるっすねこれはねいやなんか ちょっと多分あの年齢を重ねるごとに、うん、そうじゃないとなんかいられない体,体質っていうかもうい,られないようになっちゃのはムードもあるしやっぱその1日のスタート準備された状態でスタートするのと、うん、準備されてない状態でスタートするのだとモチベーションがほんと違くてうんそうやっぱそうやってちゃんと1日のスタートしっかりして、うんあのー、やると一日中元気って感じ。 精神面もちゃんと鍛えられるしやっぱ筋トレって頭にもいいらしいからそうなんだどう活性化するみたいな絶対やったほうがいいや行ったほうがいいよね俺もジム行こうジム行こうみたいな一時期行って行かなくて行って行かなくてみたいなずっと繰り返してるからちゃんとエクササイズしないとなっていや本当だよ本当はまあジム行ったほうがいいと思うんだけど俺もんかどっか行ってやるってよりかは一人でそうやるっていうのが。 なんか続きやすいから、自分で筋トレしてるって感じかな。すげえな。うん、え、自重が多いの？それとも？自重が多いね。はいはい、はい、まあ自重でもあのー、まあ片手片手、<う>その後両腕両腕、まあ三セットみたいな。え三、ー、セットというか四セットか。片手片手だ。はいはい、はい、すごくね。片手片手でできると。片手でできる。でできるすげえなむきむきやったもんなこの間あの撮影<う>の時。おむきむきやなみたいな。<laughs> やっぱ鍛えてるのかなみたいな思ってたけど <laughs> そう鍛えてるし、うん、あと仕事もあるかなあ<ー>、うん、仕事で結構力使う仕事だからそう、まあ、そうめん結構使うことが多いっていうか多いねなるほどねなんか体動かしてる方がいいよねなんか俺もとなんかバイトとかあの、うん、えっとね札幌に行った時にあのタイヤ交換の場所みたいな感じで働いてたんだけど、うん、結構力使う仕事だったんか,やっぱなんか ずっと座って編集したりとかオフィスとかでなんか働くよりはそっちの方がめちゃくちゃスッキリする気がする、うん、やっぱ運動とかした方がやっぱそのオフィス関係とか俺も曲作ってる時そうなんだけどひたすら座りっぱじゃん、うん、そうあれってあんまよくなくてちょっと休憩したりとかちょっと気分転換に散歩したりとかは絶対した方がいいでやっぱそういうのが重なるんだったらやっぱ必ず筋トレとかはした方がいいね、うん、そうだよね マジでちょっとちゃんとやるわそれは <うん S 1> えでもアーティストとかやっぱ体作り重要だよね結構やってない人多いイメージあるけどなんかちゃんとランニングとか体作りした方がいいよなーってはなんか勝手に思ってて俺もしなきゃなと思うしやっぱねそのライブとかすると <うん S 2> まあ多分みんな思うとこなんだけどスタミナマジで持ってかれるのみんなできねえ歌ってる時みたいな。<laughs> ことが多くてちょっとやっぱ俺特になんか結構ロックバイブスであるからうわっさーみたいな感じでやったりとかするからやっぱ体作りはちょっとちゃんとしとかないとなみたいななるほどね <うん S 2> やっぱそうだよねめち,ゃめ,ちゃめ,ちゃめちゃくちゃいいと思うまあさっきライブとか制作とか言ってたけどえどうどういう感じで例えば音楽作る時とかさなんかこういうなんかメッセージを伝えたいとか,なんか俺的にはこういうことがなんかラップで重要なんじゃないかなって思うことがとある うんまあ、なんかそのメッセージとかに関してはやっぱその自分が生きてきた上でなんかその学んだことだったりそう嫌なことだったりをなんかちょっとまあみんなが共感できるって思うことだったりまあなんかその俺の例えばその生きてきた生きてきたその曲だったりとかを聞いて俺の生きてき,てきたストーリーとかをなんか聞いてくれてなんかそこから また聴いてくれてる人たちがなんか学んでくれたりしたらなんかいいかなみたいな感じがちょっとあの、ま、音楽の方がやっぱまとめやすいからよねまとま,まとめづらいけどそう,なんかまあそういうのが多いからななんかそうマ,インドマインド系の曲をなるべく意識して作ってるからうん、うん、まあジャンルは違うけどちょっと。 いいい言方するとソウルミュージックっって言たジャンルではないけど俺の気持ちを歌ってるみたいなそういう感じで作ってる楽曲制作に臨んでるんだなるほどねえライブとさ楽曲制作終ったらさどっちの方が好きライブだねライブも全そうなんだね生きてる感じがする生きてる感じがするんかもう自分っていうアトラクションに乗ってるみたいなほうんかんて言ったらいいんだろうなあの そのライ,ライブのためにさいろいろ自分で準備するわけじゃないですか、うん、はいはい、そ,でそのいざ当日の時にああしようこうしようみたいなのが頭にあるんだけどうん、うん、そ,それをうまく表現できるかできないかみたいなちょっとなんかめっちゃ緊張するのね最初あそうだよ<超>緊張する超緊張するんだけど <laughs> でもいざ始まったらもうクソ楽しくてわってやっちゃうみたいな、えー、なんかそうだねライブの方が好きだね音楽制作はどっちかっていうと苦手かなって感じあ、うん、そうだどっちかっていうと苦手ねつそう辛いつい期間って感じだね <laughs> <laughs> やっぱいろいろ考えるじゃん。そうか考えて作るから、辛い期間なんだけど、でもできた時はもう。やべえのできたみたいな。感じになれるけど、まあ好きっちゃ好きだけど、でもやっぱライブが一番。好きライブが一番いいんだ。なるほどね、え、ライブの前にお酒とか飲む。ライブの前は、あの基本飲まないかな。飲まない。そう、飲んでやってたんだけど、今まで。ただ、そうすると、喉が持たなくなっちゃって。結構声張って、歌ったりするから。うん、うん、うん、うん。 まあなるべく何も飲まないで入れるのはモンスターだけみたいな <laughs> モンスターだけ入れてぶち込むみたいな <laughs> なるほどねそっかそっかえちなみになんか仲いいラッパーだったりとかさ結構いいの、うん、最近ねあのめちゃくちゃよく作ってんのがその正人林っていう,うん、うん、元パブロ・ブラスターなんだけどうん、うん、そうっていう人がいてもう本当俺の人生の兄貴みたいな人なの、ねえー、ものすごい男気もあるしかっこよくて、うん、あのちょっといろいろ学ぶことが多い人なんだけど。うん そうその人まあその人の影響でちょっとこのいいバイブスをもらえてるっていうのも結構あるかなう。うんなるほどねう <ん S 2>、えー。うえ結構何いつもいんのプライベート見るってこと？いやプライベートはそんなにいないんだけどやっぱお互い忙しい <うん S 1> <う>。まあそうだよね。極制作の時に会っていろいろこうしてこうああしてこうっていうのをもう会ったら常に話してるって感じ。へえそういうことか。そう。 ここ,こっからのキャリアだったり何が受ける何が受けないんだったりとかこの人がこういう曲を出したけどどういうあれで出したどう,どうのこうのみたいな話をうんそうよく雅人君とはするからうそうあとは、まあ、あのクルール・パレスのコーディだったり、はい、あとデューク・ケージもそうだしはい、はい、なんかあって熱い話ができるアーティスト、うん、となんか結構まあ っってて話すいいいうかか一緒にることが多らなるほどねコーディとは曲も出してたもんねコーディとの曲も出してたもんねああそうなんだ多分マジで会ったことないんだよなあそうそうマジで会ったことないと思うああ会ったことあるのかな話したことない気がするうんそうめちゃめちゃ熱いやつバイブス熱いんだええなるほどねデュークケージ曲はね一緒にはまだできてないんだけどそう やっぱ会ったとき会ったときお互いの,そのこうした方がやした方がいいっていうのもやっぱデュークともいろいろ話し合えるからう<ー>そうお互いバイブスをもらえる関係な,なるほどね <そう S 1> めちゃくちゃいいなえ結構さやっぱあれなのなんかあの友達関係っていうかさは結構やっぱりまあ日本人もミックスもな結構全部混ぜ混ぜみたいな感じめっちゃさ結構黒人だけで固まっている人とかも中にはいるじゃんとかまあ日本人 <うん S 1> 周りが日本人ぐらいしかいないなっていう人もいると思うまあフルの日本人、うん、まあもちろん俺らが日本人じゃないって言うじゃないけど、うん、なんかミックスの人の方が仲いいのかと、うん、そういう感じはこういう関係というか。いや俺は特にそういいうのはないかな。な誰とでも まあなんか友達とかじゃなくて俺は仲間って思ってるってうそう共に上がっていく仲間としてみんな見てるから特にこの人がいいこの人がよくないとかはないからうんそうみんなに同じ感じで接するはいは、はあ。昔からずっといろんな人と,、えっといろんな人と関わってきてからだね俺どっちかっていうとシャイボーイだったからはい、はい、あ全然人と話せない感じだったんだけどうん、うん、でもその時にあのクルールパレスのあの。 アキラっていう一人、うん、あの韓国だと日本のハーフかなって、えー、やつがいて「はい、そいつにフレックスお前なんでいいやつなのに他のやつと話さないの?」みたいなこと言われてから「えー、うわやべえ話さないと」って <laughs> 思ってからちょっといろんな人と話すように。 だたね、しんたうわそうなんだ<う>最初シャイやったけど頑張って話せるようになったらもうどんどん話せるようになったみたいなるええすげえなえしかもめちゃくちゃ今,今気になってさ結構なんか今頃って感じだったと思うんだけどさ、うん、ニーダーフレックスっていうさ、うん、名前はどっから来たの、うん、ニーダーフレックスっていう名前がまあその最初あのソルジャー J っていうソルジャー J。ソルジャー J。<laughs> なんかもう、あのー、ゲームのアカウントが俺、ソルジャージェール通ってた自分の名前のジュニアソルジャー書きてみたら <laughs> あれでいいやみたいな感じだったんだけど <laughs> その一番最初に、あのー、自分の、あのー、曲をリリースする時そうチューンコアとかチューンコアから、あのー、サブスクに一番初めの曲をリリースする時にさっきも言った正人林正人、うん、君に <laughs> ジュニア、お前さみたいなちょっと嫌なこと言おうかもしれないけどみたいな。うん お前その名前変えた方がいいぜ <laughs>」と言われてあじゃあどうするかみたいなその時一緒に考えてくれて出てきたのがニードアフレックスだっ特にその時なんかその思い入れはなかったんだけど成長して ゆっくるともにうん,、うん、なんか「ニーダーフレックス」っていう言葉がなんか俺に馴染んできてなんかもうフレックスを求めるみたいな、うん、フレックスをするじゃなくて「ニーダーフレックス」ってフレックスを求めるじゃん,うん、うん、俺常になんか追求する探し求めるみたいな感じだったからこの言葉すげえ俺に合ってるみた、うん、<う>なるほどねそう,そういうことだったんだ ーじゃあでも割とあれその場で思いついて、うん、決められたそうだねまあいろいろ考えたんだけどあれもいいんじゃない、うん、これもいいんじゃないみたいなハーレムフレックスは <laughs> みたいな <laughs> ハーレムフレックス <laughs> そううとかあったんだけど最終的にたどり着いたのがニーダフレックスだった<う>で今しっくりきてると<う>なるほどねそうかそうかえニーダフレックスは俺はアーティストとしてはこういう人だって一言で言うとどういう感じなの 熱いやつだね自分で言うのもなんだけどそう熱いやつだねなんか特にこういった感じの曲調をやるとかじゃなくて <うん S 2> 俺はできることを全部やりたいみたいな感じだからだからなんかこういうこいつはこういうやつだっていうふうに。 枠付しなん聴いてる人もそうだけど俺はんかロックもやるし全然オルタナティブみたいな感じの曲もやるし全部やるから「ーダーフレックスはレイジだけみたいな感じで見ないでほしい確かにちょっと俺イジのイメージあったかもしれないでしょでも全然俺の曲いろいろ調べてみれば分かるけど他のもんもいっぱいやってるから確かに確かにええなるほどねそうなんだじゃあまあいろいろいろんなスタイルでやりたいて なるほどね自分ができる限りうんうりんうん、うん、今年の目標とかある今年の目標は、うんあのー、とりあえず、まあ、インスタグラムのフォロワーを5,000人ぐらいに増やしたいなっていう、うん、まあなんかそのなんだろう、まあ、見ら見られ自分の、まあ、人から見られるっていうのをもうちょっと増やしていかないとなみたいな、うん、そうあと一本ミックステープを出したいなと思うんですよそれがまあちょっと俺がやってるようなスタイル、うん の子が最近すごい増えてきて、でもやっぱそのあんまり見られてなくて、例えばそうジョーイービクターだったりとか、スターになったのにそうあんだけ見られてなかったりとか、レンゾだったりとかもそうだし、そういうのをちょっとフックアップしつつ、まあちょっとほんまあ本当に自分のやりたいものをできたらなっていう、確かにレイジなんかあんま人気ないよね日本で、でも若い子には今超人気なんだよねあ。あやっぱそうなんだよね<う>。なんかね硬いベースはありそうな感じするよね。<うん S 1> なるほどね。 なんだろうねまあまあその向こうでも一応めっちゃ人気かどうかって言われたら別にそういうわけでもなくて <laughs> ああそうなのそう US の方でもでもプレイボーイカーとかやばくねプレイボーイカーティやばいよ <laughs> やばいよあい,つかあいつのおかげで多分こんだけ広がったけど <laughs> <ーん S 2> でもやっぱその日本語日本語のラップを聴く人ってやっぱ US 聴いてるっていうより日本語ラップオンリーで聴いてるっていう人が多いからだからちょっともうちょい受け入れられるのには時間かかるかなみたいな <あー S 2> そうだからなんか それををするには一個のムーブメントを起こした方が早いなと思って確かに確かに確かにそりゃそうかもそう,そうだよねビクターとかエレンスとかも結構ずっと同じスタイルやっててラップスターとかもあんなに活躍してるのにねなんかもっとなんか,なんかこう取り上げられてもいいなってはめっちゃ俺も思うなう <ん S 2> そっかなるほどね確かに確かにそういうことかそう,そういうムーブメントをね起こしたいなって。 いいっすねいいっすねちょっとミックステープも出して、まあ、このインスタグラムな見てくれる人ぜひねまあフォローしてほしいなと思うんでフォローしてね今年<非>クソやべえぞ俺クソやべえぞ <laughs> クソやべえっすねえ自分のさ目標としてる舞台とかさこのちょっとフューチャリングしたいって思ってる人がいる、うん、あでもなんか今この人とやりたいなって思う人はほとんどできるようになったからないかい なんだろうなまあでも海外のアーティストとやっぱ一緒にやりたいなって思うところはあって、うん、まあちょっと難しいけどその言葉の壁とかがあるから、うん、まあまあねそう海外のやっぱ大物のアーティストとやりたいかなみたいな<ー>まあでもそれもそうだしあの日本の大物のアーティストもちょっとやってみたいなっていうのはあって自分がやってるスタイルじゃないものをやっぱ取り入れたくいっていうのと、うん、そ,うその人と一緒にやったことで どれだけ自分がその成長できるかみたいなうそうどれだけその人のスタイルの中でかませるかみたいないちょっと見てみたいから自分のそう確かにね自分のポテンシャルだったりとか自分がどれだけかませるかみたいなそういいね ゲームって言ってたもんね自分のその今のライフゲームって言ってそうもう人生ゲームだよ人生ゲームだよ死んだら終わりだけどうんそう人生ゲームだよほんと失敗してレベルアップするからはいはいはいめちゃくちゃ分かるかもしれないなんか俺一回それこそ多分アメリカのポッドキャストかななんか見ててんかそのほとんどの人は人生をビーチでもう毎回飲んでゆっくりするものだと思ってるけどみたいな本当はなんかもうなんていうのゲームと一緒で敵がいてラスボスがいてあの真相になったりとかあの 生き延びたりとかするもんだみたいなこと言ってて、うん、もうめっちゃそうだなみたいなじゃないと面白くなくねみたいな面白くないよねまあ人それぞれだけどその感じ方はそう,うん、うん、俺は面白くないっていうタイプの人間だからうんうんうん、う,う,んうん、うん 自分の人生もうゲームだと見てなね自分の成長することに価値があるし意味があるみたいな感じで俺は生きてる今自分的にレベル何分なの俺的にねレベルやっと30ぐらいからこれからだまだまだこれからでは全然学ぶことも多いしやっていかなくちゃいけないことも多いからまだまだこれからですねえっ結構でもそういうマインドで結構やっぱネガティブこととかも結構乗り換えてきたりとかしてるんだなるほどね 本当にラップやめようかなっっって思ったたもあ,ったしあったんだそうあどういう時まあなんかいろいろうまくいかなかった時で<ー>やっぱリリースしても全然聞かれないしまあそれは俺の動き方が悪かったからさしょうがないんだけどそう一緒にやろうって言ったそのプロデューサーのやつに、うん、なんかそのまああのインスタグラム切られちゃって全然一緒にできないみたいなことだったりとかいろいろあって。 うわーみたいな,うん、うん、なんか面白くないなみたいなな、うん、っちゃって、まあ、一時期インスタグラムとかやめてた時期あったんであ,あそうなんだそうそうそうでもやっぱその中でもなんかずっと作り続けてた曲をやめらんなくてなんだかんだあーちょっともう一回やんなきゃなと思って今があるって感じ今があるって感じだでも波ずっと繰り返してるよ落ちる時もあるしあそうだよねでも落ちたとしてもやっぱその自分の、あのー、芯の部分は曲がらないから落ちても いろ,いろなんかこういうふうに対処していこうみたいなそ,その時は考える期間で、うん、でまたあのモチベーションが上がった時に、うんあのー、それを形にしていくみたいなことをずっと繰り返してるよ なるほどねちなみに今こう多分なんか TikTok とかでもなんか曲、うん、まあスタートしたりまあカリアをスタートしたりだったりとか、うん、ラッパーになりたいだったりとか、うん、まあそういうとこも結構いると思うんだけど、うん、なんかそういう人たちへの自分のまあちょっと自分のキャリアの中で思ったこととか伝えたいこととかだったりするうんまあもうねすべ、あのー、てのことに挑戦した方がいい、うん、あのもうあの恐れない方がいい、うん、その恐れって結局挑戦してなんだかんだやってみたら無駄だった無駄だったっていうかもう意味のないものだったんだなって痛感するからうん、うん、別に失敗 失敗したっていいんだよ失敗することが一番大事それがそう自分にとっての,あの価値になるからさはいはいはい,はい、はい、何でもかんでも成功するわけじゃないから人生って失敗の方が多いから絶対そうだねそうだからもう自分のことを信じて、うん、とにかく突き進んでほしい1やめ一回辞めたいなって思った時は別に辞めてもいいんだよでもその、うん、その後に絶対またやりたいって こ気持ちが絶対出てくるからだからも,もうほんにとにかく自分のことを信じて、うん、自分の思い描きたいものを思い描いてほしいうんまだ俺は途中だけどね <laughs> いいねいいねでもなんかさやっぱなんか,わかんないよ人によってはさめちゃくちゃ成功した人が言ってもさ、うん、お前はそれは成功してるから言えるよなみたいな、うん、なんかそういうふうに感じる人もいると思うし、うん、なんかやっぱ一緒にさお互い一緒に頑張ってる人たちだからこそ響く言葉とかもあると思うから、うん、なんかめちゃくちゃ伝わったらいいなって個人的には。 思いました。お願いします。お願いします。はい。ということで、ちょっとね、あっという間だったですけど、ね、めちゃめちゃ早かったね。めちゃくちゃスムーズだったね。なんかやっぱ楽しいね、話してて。ね。ね。キップするのもそうだけど、話すのもやっぱ好きだから。あ、ほんと。そうだよ、TikTok もそういうスタイルだもんね。ぜひぜひ皆さん、n e e d e f l a c s の TikTok めちゃくちゃおもろいんで、個人的に俺も結構見てます。ぜひみんな見てほしいし、インスタとかもね、見てほしいしね。 YouTube はそこまでやってないんだけど、自分のミュージックビデオを上げてる、ミュージックビデオ上げるみたいな、そういう感じだから、そう。まあ、インスタグラムと TikTok をチェックしてくれればいいかな、イエス・サイ、エス・サイ感じです。はい。ということで、これからも活躍してくれると思うんで、ぜひ皆さん、チェックしてもらって、フォローしてもらって、曲も聴いてくれたらなと思います。お願いします。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!